はいどうもソバルです。バトルフィールド5やっていきます。今回はピアットとグレネードライフルを使った遠距離型爆弾魔スタイルやっていこうかなと思います。いつもだったらねグレネードライフルのところをねダイナマイトにして対戦車もできるようにしているんだけども、今回はそんなこと一切考えずどんどん対人で鍛え上げていこうかなと、ポンポン飛ばしていくよ。どんどん固まっているところにグレネードライフル、こういうスタイルね。突撃兵イコールダイナマイトっていうのがもう固定概念として浸り切ってたからね。あ、そういえばグレネードライフルあったわっていう。いつも衛星兵ではちゃんと使ってるんだけどね、グレネードライフル。ただあれは発煙弾よ。今回は破片のグレネードライフルなんで敵にダメージが入るっていうシステムだね。グレネードライフルは確か弱体化入ってる。あー、なんだこの炎は。まあ、日本国憲法だったら死刑だぞ今の。いるね、教会。これバキル？まだいるっぽいな。いるね。裏か。ちょっとすごいエイムが見てる。こういった時はグレネードライフルよ。あー、70ダメージ。いいね、奇跡のエイム。さあ、これ裏か問題なさそうだね。あとは正面か。とりあえず爆風ダメージが今のね、減ってる感はあったね。なんか初期の頃はもっと強かった気がする、爆風ダメージ。やべえな、正面激アツだわ。どんどん入ってきてる。まだ入ってきてる。おい、一人一人ご案内してるんだが。大丈夫、この境界だけはどうにか死守したいわ。 A ポイント取るためには必須だが、味方これ裏っか。うわー、やられてるわ。セミオートライフル系統か。うーん、どの辺りだこれ。あー、オッケーオッケー。あー、そこはだるいな。ちょっと塀裏戦うのは STG ではもったいないのと、ピアットの爆風ダメージでは信用ならん。初期の頃に爆風ダメージ戻してくれ。絶対強いんだよな、そうなったら。脳死でキル取れると思う、ピアットとグレネードライフルで。今はやっぱりダイナマイト勢の方が多いイメージがある。やっぱり対戦車もできるってところが吸着ダイナマイトの利点ではあるから、ピアットだけじゃちょっと威力不足なんだよね。その威力不足の部分を補ったのが、まあ、まさに吸着ダイナマイト。そこを今回グレネードライフルやってるから完全に対人仕様なんだよね。これは裏行くか。とりあえず戦車出てきたら味方に任せるスタイルで行こう。がっつり裏行くよ、がっつり裏。裏取って集団で固まってるところをグレネードライフルでぶち込む。これね、あぶな、バレスだ。ちょっと待って、一回塀裏戻って秒数稼いで、で今これ敵倒したところの家隠れてポン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 遠距離からグレポン飛ばすのもありだし、一旦ガン待ちして、これ肉ビーコンになるか一回。そう、あの家からねセミオートライフルの音が聞こえたんだよさっき。とりあえず今はもう何も考えなしに裏取りしてみたの状態なんだね。こっから A ポイントに行くのもありなんだけど、今そんな余裕がないんだよな。なんか足音周りからグワングワン聞こえるし、 A ポイント激戦だし、味方が境界にいるから自己犠牲はたいて A ポイント行くよりかは一旦ここで停滞してキルを稼ぎまくるっていうのありかなと。おい、ちょ、俺の中で今拮抗してるのよ。俺の悪がキル稼ぎで、俺の正義が このまま A ポイントに行くのありかなと。あー、ダメだわ、バレた。激アツでーす、ここかなり激アツ。ちょっとダメだ、 A ポイントいけないわこのまま。この道路密集しすぎだって。渡りたいんだけど、ちょっと正義より今悪が勝ちそう。このままキル稼ぎをして注意を引いて、まあ、味方に任せて A ポイントに行くのもありかなと。やばいな、ちょっと余裕がなくなってきたぞ。弾が残り60発ぐらいしかない。あー、いるね、グレネード反応してる。おっ、ま、窓いるんだけど。仮暮らしいた、仮暮らし。 OK、 アリエッティ切る。いや、これまあな、めっちゃいるんだけど、妖精多すぎだろ。おら、 OK、 倒した。でもう一人、あ、動けない。どうしようこれ。どこ行った。一回上行くか。落ち着こう、一旦落ち着くことが重要だわ。もう一人いたと思うんだけど、もうガンムシかます。あ、味方だったわ。あ、いるね。ドキル、また裏取りして、ドキル、それキル、オッケー。あっぷな、相手もグレネードライフル使ってきてる。まずいこれ、俺の立ち回りパクられてる。オッケー、いいね、いい具合にヘイト向いてきてる。いたな今。オッケー、倒した。あっぷな、よーし、いいぞいいぞ。注意引いてる。 A ポイント取れそうじゃないかこれ。ちょっと俺キル稼ぎをしているんだけど、なんとなく味方の役に立っている気がする。そういう解釈でいこうか。正義が勝った。悪の立ち回りと思ったけど、実は正義の立ち回りだった。よかった、正しかった俺の立ち回りは。やべ、ヘッドショットかましたけど危ない。多分蘇生してんだよなこれ。あーはは、俺らの正義が
でもこれ移動できねえんだよな。やーべえ、パンツァーファーストまで飛んできたんだけど。大丈夫？あ、すごい集中砲火されてる。本当だったら移動するべきなのかもしれないんだけど、一度決めた行動を覆せない自分の中ですらも、もう年老いてきてんのかな。一回決めたことはもう変えられない。あ、ここから出たらただ死ぬだけなんだよな。どうしよう、まあ、とりあえずここでひたすらヘイトを買いまくる部っていう、そういう分隊役職を俺らは得ていると思うんで、このまま A ポイントは味方に任せて、さらに B ポイントを味方に取っていく。まあ、ただ A ポイント取ったから逆に B ポイント取ってる間に多分敵が A ポイント取ってるから、その間に A ポイント取りに行くっていう手もありなんだよな。あれ消えた。おい、倒した倒した。ここ渡りてんだよ。めっちゃ境界側にヘイト勝ってて一生渡れない現象。あー、人生終わった。さあ、ミナノ州 A ポイントに突撃だ。とりあえずなんとか A ポイント側で俺らがヘイト買いまくって、そして B ポイントを結果的に取れた。俺らは役を果たしたはず、そう信じたい。あ、もうちょっと柔軟な立ち回りしたいよな。なんか最近柔軟な立ち回りができなくて、心底を年取ってるんじゃないかなって感じてしまうわ。それを打開していきたい。今年は柔軟な考えを持とう。それよ。なんかダイナマイトを使うっていうのも固定概念だった。別にグレネードライフルもあったし、いろんな兵器まだあるじゃん。俺ダイナマイトばっか使ってたわ、そういえば。一度考えを真っ白に弾けさせなくちゃいけないんじゃないかと。もう一回俺ゴミクズだわ。自分のことをゴミクズと思います。固定概念浸った武器、構成、そういった立ち回りばっかしてましたわ。強さしか求めなかった。例えば壁があれば破壊すればいいんですよ、こうやって。そしてここから侵入します。これもちょっといつもやってるような立ち回りなんだけどさ、あ、そういうことよ。 BF5 は自由な立ち回りができます。ここは重要なところ。何かを使わなくちゃいけない、そんな考えは良くない。ただイモスなおめえは許さねえ。 A ポイント激戦すぎだろここ。さあ、味方周りでなんか戦ってくれてるのは分かるんだけど、ちょっとご利用してもいいから中入ってきてほしい。ああ、もうこれ場所バレてる、まずいな。この救急箱が俺の唯一の車線なんだか。ナイスキル、いいね。ちょ、こっからグレネードライフルで飛ばしまくるか。ああ、それ食らわないか。ああ、これ蘇生されてそう。いやー、これも食らわないか。ちょっと待って、この砂遊びされた後で戦おう。ちょうど膨らんでるところが俺の車線。ナイスだわこれ。やーべ、めっちゃ来てる。あー、多すんぎ。アラスのブレイクスルー特有なんだよな。このチームバランスが拮抗しているときはだいたいここで停滞する。ただ市街地戦だからめっちゃ楽しいのよ。ここ以降はもう遮蔽物めっちゃ少ないからね。さあ、ここは多分最前線、押さえておきたい。お、家長より家長。オッケー、スリーキル、いいね。だからこれ奥側から機銃撃ってるやついんな。お、謎スモーク、これは蘇生スモークじゃないか。オッケー、ワンキル。グレネードライフル撃ちまくろう、ここで。オッケー、続ける。お、これ撃ちまくるぞ。どん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 蘇生するやつらを倒していく。あー、いないか。もう多分蘇生するものはいなくなった。謎の爆発で死にまくってるからね。奥側の機銃をピアットで倒せないか。あー、がっつりな。向こうにも基準のか。ちょっとつら。とりあえずここの内役箱を遮蔽物にしながら、俺は A ポイント入れないけど、この侵入しようとするやつらをどんどん倒していく。おー、ナイスか、カコ。そういえばさ、今ツイッターでさ、バトルフィールド5プレゼント企画してるから、みんな見てほしいわ。とりあえず多分リスナーで持ってないやつ何人かいると思うんだよね。そういう人はどんどん応募してください。5名までプレゼント。でも持ってる人がほとんどだから、あんまりリツイートする人はいないと思う。だから抽選率はちょっと高めだと思う。少しでも、まあ、バトルフィールド5プレイヤーが増えてくれればいいかなという気持ちで送るわ。ちなみに案件ではないです、自腹です。さあ、現在最終区画最後詰めていきたい。やっぱり遮蔽物が少なくなってくると本当に戦いが進行早いわ。うまく戦車も破壊してくれたっぽいしね、ありがてえ。もう俺は戦車を破壊することに愛しまなくていい。敵のクロコダイルは死んだ。こちらにはシュトゥルムティーガーがいる。お、なんかいる、なんかいる。倒そう。あー、クソ、やれなかったか。この裏側に多分サムジがいる。お、これはナイス V1、 いいね。めっちゃいいの使ってんじゃん。10キルぐらいはいったんじゃないか。いった、全弾ヘッド入った。おい、倒した倒した。とりあえずこの遮蔽物、もう死んだクロコダイル君を遮蔽物にしながらどんどん立ち回っていきたい。ちょっと今やり過ごしたな。ダメージ入った、ダメージ。あー、いって、なんだこれ、えぐいダメージ入るな。ちょ、これとりあえず左側の農村ぐるーって回りながら A ポイント入っていきたいな。
いやーなんか応募でさ、ああいうのでどんどんリツイート回って、なんかバトルフィールド5ってどんなゲームかなって気になって、まあ抽選当たんなくても購入してくれる人が増えてくれればいいかなって。とりあえず使った映像、俺キャンペーンモードの映像だからかなりいい宣伝にはなってると思う。セールも来てるからね、相当買いやすくはなってると思う。よし、これ A ポイントも確実取れるだろう。おい、もう外にいるやつ全員潰そう。残り若干残ってるのはどこだこれ。おい、どんどん倒そう、どんどん倒そう。やばい、ここかなり激アツ展開。あー、砲撃飛んできてる。ちょっと待って、下がる下がる。うわははめっちゃ飛ばされた。あ、 GG ということで、お疲れ様でした。我々の勝利だ。ピアットとグレネードライフルの組み合わせいいね。なんか前に突き進める力がついたイメージ。ということで、みんなもバトルフィールド5やろう。